痩せにくい方、そんな方は今回のエクササイズを一緒にやっていきましょう。痩せるためのポイントとしては、いかに大きな筋肉を使うかというところになります。そこで今回は弱ってる背中ともも裏、この2箇所をたった20秒ずつでしっかり鍛える方法になります。今回の動画を最後まで見ることで、より簡単に弱ってる筋肉をタオル1本でしっかり効かしていくやり方が分かってきます。ぜひ最後まで見てもらって一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、タオルを1本使いますので、今から用意しておいてください。そして今回タオルを使うことで背中とももの裏をしっかり鍛えることができます。このタオルで負荷を加えるプラスアルファ、フォームが効きやすいフォームをねキープすることができますので、ない方もですね、真似しながらできるんですけども、ある方はできれば使っていきましょう。そして、痩せるためのポイントとしては、弱い筋肉で大きい筋肉を選択して鍛えていくというのがポイントになります。そこで大切なのが背中ともも裏です。人は前に生活しているので、意外と前の筋肉はあります。ですが、後ろに進んだり、うつ伏せから体を持ち上げたりっていうのはあんまりやらない方多いので、実は背中の方がですね、筋肉がまだまだ使えばつくのに弱いんです。ここをしっかり鍛えていくことで、褐色脂肪細胞といって痩せ筋とも言われている筋肉の集まりで、そこを活性化させることができる。プラスアルファ、もも裏をしっかり鍛えることで、前のももと裏のももバランスが取れて綺麗な足ができたり、あとは前ももを使いすぎている場合、足がムキッとしてしまう、そういった解消ができてきます。たったの20秒ずつですので、一緒に頑張っていきましょう。それではやり方を紹介します。はい、まずは背中から使っていきます。2パターン紹介します。初級編と上級編です。初級編は、頭を上げとくことが辛い方はおでこをつけておいてください。おでこをつけてタオルを持って、肩幅より少し広いぐらいです。横に引っ張りながら、こういう感じで肩甲骨を寄せながら肘をしっかり引いていきます。で、首が大丈夫な方は体を起こして、しっかりね、首のところまで肩甲骨を寄せていきます。これをまず20秒間一緒にやっていきましょう。それではいきます。3、2、1、ゴー。1、2、体をしっかり起こして、3、タオルを横に引っ張って、4、5、6、肩甲骨が熱くなるのを感じてください。8、9、10、あと10秒。1、2、3、4、5、しっかり引いて、6、7、8、9、10、OK。 はい、次にももの裏を使いながら、腰と背中も使えます。今みたいにタオルを引っ張って肩甲骨寄したままで、膝を曲げて前かがみです。この状態から膝を曲げる伸ばす、曲げる伸ばすというのを20秒やっていきます。これで状態を保つための背中、もも裏を収縮させる筋肉を使うことができます。いきましょう、20秒です。3、2、1、ゴー。1、2、状態しっかり保って、3、お尻しっかり出して、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。 OK。 お疲れでした。
どちらも背中と腰を使うので、ちょっと腰痛かった方はですね、エクササイズの前に少しね腰を動かした方がいいです。キャットバックです。腰を反る、丸める、反る、丸める。今の動きをゆっくりしながら腰を温めてから、今回のエクササイズ2種目をやってください。で、今回の2種目やることによって代謝が上がります。今すでに体があったかいと思います。体の背面を使うことでより筋肉がね活性化されるので、体がすぐ温まります。そして代謝が上がります。これをぜひね、背中側あんまり鍛えてなかったっていう方はですね、ぜひ取り入れてもらって、これにプラスアルファ腹筋、胸などを加えるともうベストです。代謝が上がりやすく、痩せやすく、体が元気になってくれます。ぜひやってみてください。頑張った方や勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。説明欄に SNS のリンクを貼ってます。やられてる方はぜひフォロー、シェアよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.